信殿、大事ござらぬか。我らは受け様たちはどこに何もかもかけて挑んだ。挑んだが数はいかほど。百は優に超える。我々は計られたのじゃ。拙者は手遅れじゃ。まだ助かる者に手を貸してやってくれ。愛子は無事でござるか。お許しを。愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。相当遠くまでは行けまい。おい、一人も生かしておいてはいかん。分かっておるな。もうけい。の体、侍は皆上川村へ向かった。わしらの測った通り、奴らが戻った。静かに動きなされ。承知いたした。そなたは誠に無事か。わしは見つかりません。されど、あなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む御将だ。畜生、戻ってきやがれ。百軒先からでも暗図を射止めよ。お主の頭など造作なきこと。
早行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。諦めな。読み送りにせえ。馬もですかい。犬猫でも生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。すぐ気づかれちまうさ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかの手にかかるくらいならと自害したのであろう。守る者もおらぬ中なすすべもなかったであろう。わしらを助けてくれ。拙者がそなたを見つけられるなら他の者にも容易に見つかるということぞ。ヒロキ殿、まことにあなた様でござるか。次負け切り裂け切るが。兄貴をやりやがったな。クソ野郎。静かに欲しい。あんたたちまだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取った。
ことだろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ、拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。どっか行っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。この犬が、うん、何も出くわさずやすやすと。いいよ、命諦めな。今のうちで。わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ、臆病者が。ヒロキ殿、お戻りか。傷が。斎藤殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめなさ。先には死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。
これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。こいつら百姓は何も持つ。頭にかち割ってやる。遅い侍、遅すぎだ。かれ、腹をかっさばいてやれ。この鬼どもは相手に何を。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のある奴がおる。武器を持っておる。やだ、私の死刑やろうが。ほっ、ういどうかな。闇送りにせよ。命乞いするなら今のうちに。
乞いするなら今の先は誰か。猪木殿、生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。負けることはないということを知っておけ。愛子、案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。アイコ、生きておったか。